稲を刈り取りながら収量や水分量などが測定できるコンバインを使ったスマート農業の実証実演会が昨日高畠町の圃場で開かれました。スマート農業とは少ない労力で高い生産性を実現する農業のことです。今回の実演会はスマート農業への理解を深め普及拡大につなげようと沖多摩総合市長が開いたものです。実演されたのは南陽市の黒沢ファームで導入した食味収量センサー付きコンバインでの稲の刈り取りです。このコンバインにはセンサーが搭載されていて稲の収量やタンパク質含有量水分などのデータが収穫時にリアルタイムで測定することができ運転席のモニターに表示されます。この圃場では去年9月に同じコンバインで収穫を行いそこで得た食味収量のデータに基づいて今年5月に場所によって必要な肥料の量を調整して自動で散布する無人田植え機で田植えを行いました。これにより生育のムラが減少し平準化されることでより高品質な米を作ることや人的負担の軽減が期待できるということです。今年のその収量とか品質がはっきり しているので来年に向けての計画がすごくそのスムーズに計画しやすくなったっていうのがメリットだと思います。要するに田植え機に去年のデータを連動させてその肥料が薄いところには肥料厚く肥料が濃いところには肥料薄くという操作を今年初めてやったので今年のデータを見てさらにその田んぼの一枚一枚が均平化されればより安定した品質のいいものを供給できるようになってくるんじゃないかなっていう期待してますけどね。続いての話題です。パッチワーク作品を集めた展示会が今日から米沢市民ギャラリーで開かれています。この作品展は米沢市と長井市でパッチワーク教室を開いている米沢市在住の鈴木美智子さんが生徒たちの作品の発表の場として開いたものです。会場には鈴木さんと教室に通う生徒26人がこの作品展のために作ったタペストリーやバッグなどおよそ150点が展示されています。これらはさまざまな色や柄の布を組み合わせて作られていて花や蝶などをモチーフにしたカラフルで手作りならではの温かみが感じられる作品が数多く並んでいます。中でも鈴木さんの森の香りという作品は森林の緑や空の青、木々からこぼれる光を色や大きさの異なる六角形を組み合わせて表現していて1年かけて作ったお気に入りの作品ということです。この作品展はあさって10月2日日曜日まで開かれています。南陽市の赤湯公民館で今新型コロナの早期収束などを願うネプタ絵が1階のガラス窓に設置され夜はそのライトアップが行われています。赤湯地区ではおととしから新型コロナ感染の早期収束や五穀豊穣などを願いネプタ絵を制作しています。ネプタ絵は青森県の弘前ねぷた祭りがルーツで扇形の山車に武者絵や美人画などを描いたものです。武者絵の制作は青森出身で現在は赤湯地区で体育推進員を務める宇野隆弘さんが中心となって進めました。同じ体育推進員の仲間や公民館の職員などの協力で1ヶ月近くかけてねぷた絵が完成し今月25日からライトアップが始まりました。3、2、1、0、集まった人たちは
中国の歴史書三国志の登場人物が描かれた縦およそ3メートル、横およそ 7.5 メートルのねぷた絵の迫力と色鮮やかな美しさに圧倒されていました。また光を透過させるため縁取りの線や模様の点をろうで描く伝統的な技法がねぷた絵ならではの美しさを生み出しています。最初は山形に青森の絵を持ってくるっていうのは抵抗あったんですけど、やり始めたらいいじゃないっていうみんながそして協力してくれて、まあ毎年そうですけど、はい、とにかく見てもらいたいですね。元気をちょっともらっていただけたら、そういう気持ちでしましたね、はい。ねぷた絵のライトアップは10月いっぱい毎日午後5時ごろから9時50分ごろまで予定されています。